たった一人の男によって130人の子供が連れ去られたと言われたら、諸君は信じるかな。遡ること約209年前の1812年、ドイツで一冊の本が出版された。そのタイトルは子供と家庭のメルヘン集、後のグリム童話の誕生だ。このグリム童話に記されたうちの一つ、ハーメルンの笛吹き男。地域や時代で少しずつ内容が変わってはいるが、有名なグリム童話の一つであり、子供の頃に聞いたことがあるミッドナイトの諸君も多いのではないだろうか。笛を吹くだけでネズミや子供を操るハーメルンの笛吹き男。メルヘンチックなこの物語には、実は元となった失踪事件が存在するんだ。ミッドナイトムーン。マドモアゼル、スキテラス、今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。私がヴァンパイアの剣だぞ、ユノ。私の名前は闇人形のヤミリですわ。笛で操るなんてインドの怪しいおじさんみたいですわね。私もあの笛を手に入れれば愚かな人間たちは。ヤミリ君、冒頭から不穏な発言をするのはやめるんだぞ。さて、今宵お話しするのは有名な童話ハーメルンの笛吹き男について。グリム童話はドイツに言い伝えられている話をまとめたもので、実話に基づくものも多い。その一つがハーメルンの笛吹き男だ。実はハーメルンの教会には笛吹き男の話が史実として記録されているんだぞ。 You know? 実在したハーメルンの笛吹き男。遡ること約740年前の1284年6月26日、事件はドイツのハーメルンで起こった。その日、ハーメルンには笛の音が響いていた。笛を吹いているのは、色とりどりの布を使った鮮やかな衣装を身にまとった男性。男は笛を吹きながら歩いていく。130人のハーメルンの子供たちを連れて、その後男はそのままハーメルンの町の外を囲んでいる丘に歩いていった。そして、丘にあった処刑場で、子供たちごと姿を消してしまったんだ。これは夢でも作り話でもない。笛吹き男の話はハーメルンの教会に悲しい史実として記録されているんだ。教会に残されていたのは笛を吹いているカラフルな男性と白い服の子供たちが特徴的なステンドグラス。そして1284年6月26日、色とりどりの衣装で着飾った笛吹き男に130人のハーメルン生まれの子供らが誘い出され、コッペンの近くの処刑場でいなくなった。ステンドグラスには子供たちを失った悲しみの記録が添えられていた。コッペンとは古いドイツ語で丘を意味する言葉で、ハーメルンを囲う丘のどれかを指していると考えられている。あれ？私が知っている話となんだか違うようですわ。今のは元となった記録であって、童話として言い伝えられている話は少し違うんだ。童話のハーメルンの笛吹き男は町にネズミが溢れるところから始まっている。13世紀、ネズミの大量発生に困っていたハーメルンに一人の男が現れた。男は色とりどりの布で作られた服を着ており、笛を持っている。私がネズミを退治するので報酬をもらえますか。住人と約束をした男が笛を吹くと、不思議なことにどこからともなくネズミが集まり、男の後を列になってついていくんだ。ネズミを連れた笛吹き男が川に入っていくと、ネズミも後を追って川へ。こうして笛吹き男は見事に全てのネズミを退治したんだ。しかしハーメルンの人々は男に報酬を渡さなかった。約束を破ったんだ。男は怒ってハーメルンの人たちにこう宣言した。ならばお前たちの大切なものを代わりにいただこう。そういった男が笛を吹くと、今度は町中の子供たちが集まり、笛吹き男はそのまま子供たちをどこかへ連れて行ってしまった。笛吹き男と子供たちのその後はいくつかパターンがある。そのまま忽然と消えてしまったという結末もあるし、洞窟に入っていったというものもある。中には子供たちが犠牲になる結末も。どれも共通しているのは、子供たちが二度と帰ってこなかったというところ。諸君はただのおとぎ話と思っていたかね。それは違う。この童話は実際に起こった子供たちの集団失踪事件の話なんだ。約束を破るなんて、なんて人たちですの。これだから人間は嫌いですわ。ヤミリ君、落ち着いて。髪をむしるのはやめなさい。それにしても子供たちは一体どこに行ってしまったんですの。笛吹き男に連れて行かれた子供たちのその後は多くの人たちが推理している。しかしそのほとんどが悲惨な末路をたどっているんだぞ。 You know? 消えた子供たち。笛吹き男に連れて行かれてしまった130人の子供たち、彼らはどこに連れて行かれてしまったんだろうか。
ハーメルン氏が支持し最も有力と言われている説がある。それが東方移民説だ。東方移民とは字の通り東の地域へ移民することで、ドイツではハーメルン失踪事件よりも前の11世紀から14世紀にかけて盛んに行われている。さらに笛吹き男が植民運動を推進していた人物の代理人だったという記述もハーメルンの旧家の壁から発見されたと言われている。実際東方植民地に見られる姓とハーメルンで見られる姓は類似しており、ハーメルンという言葉を由来に持つと思われる姓やドイツ由来らしき姓が多数見られる地域もある。経図学者のディック・イーストマンはこうも言っている。東方への植民者を募るためにドイツ北部を歩き回っていたロカトールなる者たちがいた。ロカトールとは植民請負人のことであり、鮮やかな衣装を身にまとう者もいた。笛吹き男は移民を促しに来たロカトールだったんだろうか。笛吹き男の伝説が発生した頃、ルーマニアのトランシルバニアにハーメルン地方の人々を含む人々の移民があったことを記録する歴史的文書があると言われている。失踪した子供たちが言葉通り子供ではなく、いわゆる江戸っ子のようにその地域の住民を指した言葉だったら可能性は高いのではないだろうか。当時のドイツでは長男しか土地を相続できないと決まっていたので、新天地で自分の土地を持つことを夢見た次男以下の人物が移民することは十分に考えられるんだ。私としては少年十字軍ではないことを願いますわ。物として売られて乱暴に扱われるのは辛すぎますわ。ドイツでは奴隷にされた少年十字軍はいなかったと言われているが、別の話で気になる部分もある。そこからさらに不気味な新説が出てくるんだぞ。笛吹き男の正体。笛吹き男は東方移民を促す使命を受けていた人物だという説や、他にも少年十字軍の先導者という説が有力だが、一方で悪魔や死神、死の暗喩だと考える人たちもいる。ハーメルン事件よりも少し後の14世紀から15世紀、ヨーロッパである寓話が流行っていた。それが死の舞踏。死の舞踏は百年戦争とペストの流行した時代に葬儀や埋葬が追いつかず、祈祷や埋葬中に反狂乱になって踊り続けたという集団ヒステリーを指す言葉。しかし問題はこれらを描いた一連の絵画だ。死の舞踏の絵画はまだらな服を着た死神と死者が列になり踊りながら墓場に向かっていく。感づいたミッドナイトもいるかな。まだらな服の男が行列を作って処刑場に向かっていったというハーメルンの話と死の舞踏の偶話に共通点が多いのは偶然だろうか。ハーメルンの伝説は死の舞踏が起こったのよりも時代的には早いが、同じヨーロッパ地方、似たような過酷な状況が起こっていたとしたら、死神を同じような姿で描くこともあり得るのではないだろうか。またハーメルンの笛吹き男の物語が変化したストーリーの一つに少し気になるものがある。男が笛を吹いて子供が消えたというところまでは同じだが、ネズミが嫌がる音を出す笛のせいで家畜や4歳以下の子供がおかしくなり、責任を追及された男が子供たちと一緒に消えるという設定が付け加えられている物語があるんだ。私が気になるのはこの4歳以下という年齢指定。4歳以下であることに何か意味があるのか。実は子供は奴隷商人に高値で売れ、その中でも4歳以下の幼い子供は特に喜ばれたという話がある。なぜなら宦官という生殖器を失った男性は高値で売買され、宦官にするには4歳以下の幼いうちに去勢してしまう方が良いと言われているからだ。そう、この話は笛吹き男が子供を奴隷商人に売るためにさらった事件の話をしているんじゃないだろうか。笛吹き男は子供たちを誘う死神か、それとも実在の人物か。ただ一つ確かなことは、色とりどりのまだらな服を着た男だったということだけ。しかしハーメルンには未だに笛吹き男の家が存在しており、部学禁制通りでは歌ったり楽器を奏でたりすることが現在でも禁止されている。ハーメルンに伝えられる笛吹き男。ミッドナイトの諸君は笛吹き男の正体は何だと思ったかな。他にも小児性愛者であったとか精神異常者であったとか様々な説があるが、今でもその正体は不明だ。ミッドナイトの諸君の意見もぜひ聞かせてくれたまえ。ミッドナイトの皆様、高評価とチャンネル登録お願いしますわよ。諸君無理せずでいいんだぞ。死んでよ。おい落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。